こんにちは、ヨッシーです。本日は、以前僕が、アクロニウムのプレストをペイントしてカスタムしたものが3つほど、3種類ほどありまして、それの経年変化と、色についてちょっと見ていきたいと思います。まず1つ目、こちらマルチカラーというかクレイジーカラーのプレストですね。こちらはもともとのものはこんな感じです。こんな風にこの辺にも柄がこうあったんですけど、自分の好み的にこの辺は黒の方がいいなと思ったので黒く塗ってしまいました。で、今はこういう色になっております。レーサーピンクとこのブルーがですね、最初見た時マジかっこいいと思って購入したんですけど、意外とやっぱ合わせにくい、合わせにくいです。合わせにくいですが大好きです。で、まあペイントしたところが少し剥げてきたり、こんなここがちょっと剥げてきたりですねしているので、またリペイントしようかなと思っています。レーサーピンクのクレイジーカラーですね。これがまあプレストとして最後かな、まあこれを履いたエロルゾンを見てかなり痺れたんですよね。これはとっても気に入っております。そしてこちらのプレストです。元の色はこんな感じです。ボディの色は変えておらず、こちらはここのパーツとあとここの部分とこのジップをつなぐ紐の部分ですね、そこをシルバーにしました。こんな感じでペイントしております。こちらはタミヤってミニ四駆とかのタミヤですね。ゴールデンボンバーとかミニ四駆で有名なタミヤです。そちらのシルバーの塗料を使って塗っています。ちょっと見えるかな、ひび割れが起きてますね。まあこれも味かなと思ってるんですけど、やはり後付けのペイントはまあ下処理とか後処理とかももっとちゃんとやると長持ちすると思うんですけど、割とざっくりとやったので、この辺もちょっとずつ剥がれてきてます。なのでちょっともう一回剥離してちゃんとやり直そうかなと思っています。こちらがグレーのプレストですね。最後こちらのプレストです。元の色はこちらですね。はい、これが元の色なんですが、好み的にこの辺が黒い方が好きだなと思ったので塗っちゃいました。ここのつま先のところももう真っ黒になっています。結局この色が一番僕は履きやすくて、新しく出たプレスト、新しくというか3つ一気に出たプレストの中でこの色が僕的には一番好きでよく履いていました。これは前処理と後処理ですね、コーティングとかもしっかりやったので割と色が残っています。こんなやつですね。こういうやつです。結構ペイントをするのが好きでして、とあるブランドさんから依頼されて、ペイントしてリリースしたこともあるんですけど、まあ名前は伏せてやってるので、まあそんな感じのこともやっています。自分でこう塗ったりとか、なんかを作ったりとかっていうのは高校生ぐらいから結構やっておりまして、今もこうして好きなようにスニーカーを塗ったりとか、あとはボロボロの靴を直したりとかっていうのもたまにやっています。以前ソールスワップって言って、ソールが加水分解してしまってボロボロになってるけど上が生きてるっていう時に、他の靴のソールを持ってきてくっつけるっていう移植手術みたいなことをやったんですよね。それを動画に上げたら割と再生回数がいったので、そういうのを上げた方が見てくれるんだろうなと思いつつなんですけど、あれって結構時間かかるんですよ。1日じゃできなくて、
接着剤がちゃんとくっつくまでに何時間とかなんですけど、ストレスチェックして甘いところをもう一回っていう風にやったりとか、乾燥するまでに完全にこうカラッと乾いた晴れの日に完全にこう乾かしたりとかっていうのもあったりですね、ペイントも意外と晴れてる日じゃないと乾いてくんないんで重ね塗りを基本しますんで、そういう関係で1日ではできないんですけど、直したいなと思うものがあったりですね、そういう時にはもう一度ああいうスニーカーの手術みたいな動画も作ってあげていきたいと思います。なるべくこう見て面白がってもらえるようなものをやっていきたいので、引き続きよろしくお願いします。ちょっと今日は短いんですが、最後までご視聴いただいてありがとうございました。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。 Twitter や Instagram やってますのでそちらもぜひよろしくお願いします。続けていくモチベーションになりますので、ぜひコメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。失礼します。